古市じゃねえか。あ、久しぶりだな。え、こいつら中学の時の。相変わらず女連れか。俺らにも紹介しろよ。4対4でちょうどいいじゃねえか。ただしお前抜きでな。知り合い？ああ、いや、中学の時の先輩で、高島さんって。おいおい、なんだそりゃ。もっとあんだろ、好感度の上がる紹介が。お世話になってますとかよ。気をつけた方がいいよ。こいつ根っからの女たらしだから。そうそう、君たちのことエロい目でしか見てねえから。こいつら何なんすかね。超キモいんですけど。無視な、小物だよ。え、やばいよやばいよ、エロ野郎の古市君に目つけられちゃ大変だ。ま、安心していいぜ。こいつ俺たちには頭上がんねえからさ。それよりも俺たちと健全に遊んだ方が楽しいぜ。あんたたち。